私は夢のある未来が欲しいだけだ。激動の幕末から明治初期、日本の未来のために駆け抜けた男がいた。その名は五代友厚。いかにして未来を切り開いたのか。俺に学ばせるということは、この日本が一日早く進歩するということだ。まだふっ、人は殺さずか。わしと同じじゃの。どうじゃ、わしと不満か。西洋のいいカモになっておるの。何でも見通す術を教えてもらいたいんじゃ。この日本を変えるかもしれない男だ。もうすぐわしらの出番じゃ。何してんだ。遊女が血を覚えて何が悪い。夢くらい見たっていいだろ。俺がそんな国を作ってやる。お前とわしとで日本を変えてみせるぜよ。お待ちください。豊子と申します。この先の世の姿、母にも見せてくだされ。自由になったら何がしたい。文句があるもんは好きなだけ言え。それでも前に進まねばいかん。新しい時代の幕開けよ。時代を超え、彼の志は未来に生き続ける。俺に任せろ。俺についてこい。テンガラモン。